カロリング長時期のソルターソルターとは一般に、紙幣と訳される内容へ、挿絵や装飾をつけた書籍のことである。または、サルターと英語で呼ばれ、日本語では、紙編集、天礼用紙編、聖営業などと呼ばれるのは、キリスト教で、旧約聖書の紙幣、教会歴、聖人への祈りなどを内容とする、分厚い書物で、中世の終わり頃に、 自答書が正式に現れるまで、主に教会や、修道院や浮遊者や、初心者がその日及びその時間の礼拝で、具体的に何を歌い、祈るかに使われたもので、綺麗に挿絵が施されているのが常であった。ユトレヒトソルターローマから発展した、西方教会では、旧約聖書の一部としての、詩編とは別に、ソルターが初めてできたのはアイルランドで6世紀に、 ヨーロッパ大陸では700年頃であった。サシエ付きのユトレヒトソルターはカロリング長時期の大切な文化の一つで、その後のアングロサクソン時期からのイギリスの文化に大きな影響を与えた。コプト聖教会のムディルソルターコンスタンチノープルから発展した東方教会ではコプト聖教会でそうしたサッシボンが作られて、これは西方教会アイルランドのものより一世紀は、 古いとされている。東方教会では、聖英は二0の歌詞姿でまとめられており、日曜の礼拝、夕の祈り、朝の祈りで使われている。ありがとうございます。